はい、こんにちは。今日は努力の考え方についてのお話をしていきます。今まであんまり言及したことのないジャンルなので、そんな話もするんだってちょっと面白いかもしれないんですけれども、成長に関してはコツコツ積み重ねていくこと以外にも、今までやってきたことをぶっ壊した結果得られることもあるんじゃないかっていうことでお話をしていきます。まあ、とあるゲームでですね、あれに割れ放題の区画とか、誰も何もしてない地域があったりとかっていう、これはちょっと某ゲームのお話なんですけれども、時々ですね、私もゲームは当然ね、ゲーム実況でバイオとかワンショットとか出したりしてますから、やることは皆さんご存知かと思うんですけれども、とある村を作るゲームをやっている時に、いろいろ試行錯誤をこう村を成長させていくためにやっていくことを繰り返していく中で、ちょっと気づいたことっていうのがあるので、今日はそんなお話をしていきたいというふうに思うんですけれども、村作りのゲームってものすごく単純ですよね。今だったら島作りですか。私は一つバージョン古いやってるんで、大体何か分かってきましたね、皆さんね。で、村民が引っ越してきたりとか、橋を作ったりとか、家を建てて大きくしていったりとか、いろんな施設のためにお金を稼いだりとか、魚とか虫を取って、で時々フルーツを食べて気ままに過ごすと、日常忙しい中でぼーっとしてね、そういったちょっとバカンス気分を味わえるゲームなんかすごく楽しかったりするんですけど、でもそこに住んでる村民がね、また結構わがままな連中多かったりするんですよね。なんかあれがないからこれがないから、こう買ってきてくれとか拾ってきてくれとか、誰々ちゃんが忘れてたものあんた届けてきてくれないみたいなね、結構わがままだったりするんですよね。別にそれ自体はいいんですけど、結局その村を成長させていくためには、そういった住民からの依頼を受けながら、物をもらったりとか、魚釣ったりとか化石掘ったりとかして、でお金を稼いでいろんな施設を建てたりとかっていう風にしていくことっていうのが、主な成長方法だったりするんですよね。ところが、村を作っていく、島を作っていくゲームって、あくまでゲームなので、どこかしらでなんかちょっと違うなと思う瞬間って出てくるんですよ。例えば実際にお金を稼いでめちゃめちゃね、いろいろ自分が欲しいものとかを手に入れていったものの、ちょっとここに建てた橋って自分気に食わないなとか、それからちょっと こんなにいる住民たち嫌だなって思ったりする瞬間ってあると思うんですよね。で、そういったところで、これまでコツ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 と積み重ねた村っていうのを、今だったらなんか自分の呼びたい村民とかをこう呼んできたりとかっていうのはできるっちゃできるんですけれども、もう理想じゃない村が出来上がってしまったなって思ったら、もういっそのことぶっ壊してしまうっていうことも一つの手だったりするんですよね。これがそのコツ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 お金を稼いで島とか村を成長させていくのとはまたちょっと違う意味での成長ということが言いたいということになります。なかなかちょっと私自身もこう今日どんなお話しようかなってちょっとあんまりまとまってない中喋ってるんで、皆さんに伝わってるか難しいところなんですけど、要は今のままでいいのかなって疑問を思い始めてきた瞬間っていうのは、今まで積み重ねてきたもの自体があんまり意味がなかったんじゃないかという瞬間なんですよね。だったらいっそのことをコツコツ積み重ねることをやめて、もういっそのことぶっ壊して一からリセットしてやり直した方が早いんじゃないかっていうことが言いたいことです。で、成長することって今冒頭もお話ししたように、僕自身は積み重ねることだと思ってたんですよ。分かりやすいのはポケモンとかドラクエだったりしますよね。一個一個レベルを上げていって新しい技を覚えていって、で新しいポケモントレーナーやジムリーダーと戦ってバッジ手に入れたりとか、新しい世界開いて、で育っていってボス倒したりとかっていうのが RPG なんかによくあったりする世界だと思うんですけれども、確かに何か目的を達成するためには積み重ねてできることの経験値とか知識とかっていうのは増やすべきっていうのはすごく大切だと思うんですね。で、僕自身はそれだけが正しいと思ってたんですよ。ところがそうじゃなくって、実際私自身もその仕事とか勉強っていうのも不器用ながらコツコツコツ積み重ねてきたんですよ。で、バスケとかだったら毎朝5時に起きて朝練でシューティングしに行ったりとか、電車の移動中に単語カード1枚1枚覚えていったりとかっていうのを繰り返したりとか、あるいは、仕事なんかでも誰よりもまずは成果取れないんだったらお客さんに顔覚えてもらおうと思って訪問件数をもう人の2倍3倍行ったりとかっていうことをやったりしてたんですよ。で、これって結局コツ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 の積み重ねですね。成長ってそういうことだと思い込んでたんですよ。ところが今までめちゃめちゃそうやって必死こいてやっていった結果、こんな効率の悪い方法で果たして成長って
って実感できてるのかなって疑問に思い始める瞬間があったんですよ。で皆さん自身も小さな頃からですね、コツコツ頑張りましょうとか、続けることが大切ですよとか、努力は必ず報われますとかっていろいろ言われたと思うんですよ。多分みんなもそうだと思うんですよね。一方で今まで努力して積み重ねてきたものを一旦もぶっ壊してリセットして上書きして、今まで積み上げてきた成果ゼロにしてもったい成果作りましょうみたいな、そんな極端ななんかクレイジーな話って言われたことないと思うんですよね。頑張ってきたことなしにしてぶっ壊してうまくいかなかったら意味がないじゃんって多分皆さん思うと思うんですよ。でそんなこと言われたらやる気がなくなりますし、なんなら今まで自分が、ね、人から見た時に積み重ねてきたものっていうのがあんたそれ間違ってるぜって言われてるのをなんか無理やり認めなくちゃいけないみたいな感覚になると思うんですよ。それって結構辛かったりするんですよね。だから水の泡にキスような村をぶっ壊してもう一回一から作り直して村民呼んだりとか、橋を建て直したりとかっていうと結構辛いんですけど、自分の今まで積み重ねてきたものを全て否定するくらいの思い切りがないと成長できない瞬間っていうのもあったりするんですよ。だから正直なところ、今までやってきたことを繰り返すっていう方が楽だと思うんですよね。でコツ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 と単語カードを覚えたりとか、訪問稼いだりとか、シューティング行ったりとかっていうことは大切だと思うんですけれども、でも今以上が望めないなっていう瞬間っていうことは、その今やってる積み重ねコツ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 じゃダメだっていうことが言えるわけなんですよ。だから考えてみれば積み重ねだけでは結局行き詰まる瞬間っていうのはあるんですよ。だから東進のね、林修先生なんかが正しい方向で正しい手段で十分な量なされた努力が報われるっていう話もしたりするんですけど、コツコツ積み重ねていくことが成長だって思っているタイプの人っていうのはコツコツ頑張ること自体にちょっと酔いしれてしまって誤った方向に向かっていってしまっている可能性っていうのが結構多かったりするんですね。だから十分な量なされている努力なんですけれども、例えば野球選手になろうと思っているのに毎日リフティングの練習をしたって意味がないっていうのと、それと同じようなことをしてしまっている可能性があったりするんですよね。それって結局負け戦になってしまいますんで、そうならないためにも思い切って今自分のやってることを全部リセットしてしまって、もう一回一から自分の望んでいる成長とか成果とか目的とか目標にたどり着くためのやり方って何があるのかなっていうのを一旦リセットしてやり直すっていうことがすごく大事になってくるんではないかなっていうことが、最近の気づきだったりするわけなんですね。だから毎日積み重ねていくことってものすごく大事なんですよ。でそれが昨日まで話してた習慣化のお話なんかでいくと、もうコツ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 いろんなテクニックを使ってやっていくことって大抵の人できないですよ。でそのコツ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 できないことを一生懸命やってる人は確かに報われてほしいなっていうのは個人的に客観的に見てても思ったりするんですけど、でもそれが意味のない方向への積み重ねだって思った瞬間に全てが崩壊してしまうくらいだったら、いっそのことぶっ壊してリセットしてやり直して軌道修正した方がいいんじゃないかっていうことが言えるわけなんですよね。でそうやって新たな一歩を踏み出すことによってまた少しずつ少しずつ進んでいく瞬間っていうのがあるかと思いますんで、もし自分がなんか最近うまくいってないなとか、なんか全然成長を実感できてないなっていう瞬間があったとしたら、もしかしたらその積み重ねの仕方っていうのが間違っているかもしれないので、そこはですねリセットして一回ぶっ壊して、で軌道修正を図ってやり直してみていただけたらというふうに思います。だから例えば昨日まで話した習慣とちょっと結びつけていくと、タバコをやめようっていう悪習慣を断ち切ろうっていうふうにしている人がね、タバコを吸わないっていうことを決めて、でもう一切何もせずにただただタバコをポンと机に置いてるだけだったら、どうしてもチラチラって目に入ってしまうんですね。で2日目3日目って、1週間程度だったら頑張れるの、ところがもうそれ以上になってくるとニコチンも切れて、もう辛抱たまらんってなってしまって吸ってしまうっていう、これってコツコツ重ねてきた強引な禁煙っていうのが意味がなかったっていうことですよね。だったらいっそのことぶっ壊してしまって、そもそもやりくりをしている中でお金をもうそっちに割かないっていうふうに決めてしまうとか、あるいはいっそのこと医者に相談するとかっていう風に決めてしまうとか、そういうやり方をしていくのが大事ですよっていうことですね。だからコツコツ積み重ねる努力ってものすごく大事なんですけど、成長とか成果っていうのが得られてないなっていう実感があるのであれば、いっそのことコツコツをやめてしまってぶっ壊してやり直しましょうっていうことを、今日は言いたかった話になります。昨日までちょっとね習慣化の話をしてたので、習慣化ってどうしてもコツコツっていう言葉が表現としてついて回ってくるものになりますから、あくまでもそれは自分が続けたいものの話であって、目的とか成果に対して意味のない方向性に走ってるんだったら軌道修正絶対いりますよっていうことを伝えておく必要があったかなと思ったんで、今日はそんなお話をしていきました。ということで、本日はですね、ちょっと、エッセイチックな話になりましたんですけれども、以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな
という方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。